西武2から1日本ハム、30日、ベルーナドーム西部が敗れ、今季117試合目にして CS 進出の可能性が完全消滅した。3回に松本高投手、27、が西球絡みで走者をため、1市1二塁から日本ハムセーミ宮に先制スリーランを浴びた。打線は再三の併殺打が出て、走者を出してもここ一本が出なかった。 一時は1点差に詰め寄ったが、7回に3番手のジェフリー・ヤン投手、28が2失点して再び差が広がった。松井和夫監督、48の就任2年目となった今季は、開幕直後の3カードこそ6勝3敗と快調なスタートを切ったものの、そこから7連敗。その後の約1ヶ月間で4連敗、4連敗、8連敗と一気に黒星が重み、 セパ交流戦前の5月26日の試合後には松井監督の休養が発表になった。交流戦からは渡辺久信 GM59 の監督代行兼任体制で臨んだものの、状況は変わらず、この日を終えて36勝79敗2分けの借金43。中でもロッテ戦は開幕から16連敗を喫するなど、最下位低迷の大きな要因となっている。 残り26試合でシーズン100敗目の可能性まで残ってしまっている状況だ。主力選手の FA 流出に伴う得点力不足は近年の継続的な課題ではある。若手を試合起用しながら育成していくスタイルを目指したものの中軸候補に期待されたヘススアギラー内野手34、フランチー・コルデロ外野手29が2人合計でここまで3本塁だ。 14打点。コンディション不良もあったとはいえ、全く機能しなかった。春先から低迷し、トレードでは松原聖也外野手、29、と野村大輝内野手、23、を獲得し、育成契約だった奥村光一外野手、24、アンソニー・ガルシア外野手、23、の支配下登録で活性化を図ったものの、 4人とも30日終了時点で打率1割台。シーズン中の抜本的な解決は至難だったとはいえ、冷風負けはすでに今季17試合を数えている。投手陣ではエース格と期待された高橋光成投手、27、が制裁を書き、ここまでまさかの0勝10敗。昨季から先発に転向していた平海馬投手、24、も故障で戦列を離れ、 リリーフ再転換になるなど、台所事情も苦しいシーズンとなっている。